ゴドイパス始めます。今日はですね、バンフォーレ甲府対大分トリニータの試合をリアルタイムでは見えてなくて、前半28分、その 2,3 分前に1失点した後のところから、今ね、今11時15分なんだけど、今ちょうどここのもつ焼きシティが終わって、だから結果を知らないの。 1-0 で負けてるところまでは見てたんだけど、28分30分ぐらいまでは見てたんだけど、その後ちょっと見れてないから、この後どうなるのかなっていうのをちょっと配信していこうかな。だからまあ当然その今日リアルタイムで7時から見てた人、現地行かれた人は結果は知ってると思うんだけど、まあちょっと俺なりの視点で、解説ではないんだけど、ちょっとね、サッカー知らない人にもね、分かるようなね、ことが言えたらいいかなっていう。で、この選手は良かったねっていう。まあ、大分でも、相手チームのことも、ちょっと話していけたらいいかなって思ってる。まあ、下田とかさ、小出とかさ、やっぱり甲府でプレーしてて、そこから、小出は大分だけか。だけど、下田とかに関してはいろんなチーム、フロンターレとかにもいたし、いろんなチームいて。だけど、まあ、一番最初の J リーガーになったのは甲府だったよねっていうところから、ちょっと思い入れとかもあるからさ、まあ、そういったことも込み込みで、話していけたらいいかなっていう。まあ、甲府、何試合、ここ何試合、もうずっと、あれだよね、失点、先制点奪われるよね。まあ今、下田の、大分の選手のシュートのこぼれ球を、まあ下田が拾ってっていう。で、その後シュート打ったんだけど、まあ、ふかしちゃったっていうところ。とりあえずね、今日勝つかわからないけど、まあ今日の一日に乾杯。こいつ、いや、これ生ビールだけどね。まあ、おさらいじゃないけど、甲府のフォーメーションは、4-3-4、4-3-2-1、もうツリー。木みたいな感じ。フォーバック。で、アンカーに山田がいて、まあ、右に石川、左に荒木。で、その前に、まあ、右に今日は、長谷川、左に鳥海。で、ワントップ、リラっていう感じなんだけど。まあ、山田がアンカーに入って、そこから全てが始まるっていう、感じなんだけど、まあ、山田が、チームのリズムを作って、で、山田からの縦パスだったり、まあ、荒木からの縦パスが、リラに収まって、そこから、展開が生まれるっていう。ここ3試合ね、甲府4バックとかやってるけど、あんまりハマってるようには見えないんだけどな。いや、リラーの調子がすごいいいなと思ってて。まあ、それは先発だよなと。やっぱり J リーグで先発になるやつは調子いいやつだからさ。どこのポジションにも。そのチームの最強が、スタメンを勝ち取るっていう。これはもうルールだ。菅井の左か、ちょっと難しいな。で、今日ね、荒木がね、もうなんか全然ボールが足についてないんだよな。それが気になる。で、今日、関口がすごい効いてて、裏にも抜け出せるし、スーパーロングシュートも狙える。で、リラへのスルーパスも今出したように、相当今日はね、関口いい。で、今日もね、ちょっと、残っちゃって、焼き鳥残っちゃって、今日ちょっと焼いてみたんだけど、で、このもつを食いながら、で、これレバーです。うちのレバーです。うまそうだろ。こんなのを食いながら、で、今日はね、
味いっちゃおうかな。七味もちょっとかけて、うん、食っていこうかな。今日すごいよ、見える？ギーネ上に乗せたからね。で、明日日曜日休みなんで、ちょっとギーネとか取っといても、あの、状態悪くなっちゃうから、うん。いやー、ここに来て荒木すごいいいドリブル見せたね。うん。で、それを止めたのが町田選手なんだけど、まあ、町田選手はジェフ、うん、にいた時かな。ちょっと見てたね。よく追っかけてたけど。うん。まあ、いい選手だな。だからこの人は、ディフェンス面で目立つっていうよりは、やっぱり攻撃面で、ラストパスだとか、シュートとか、うん。すごい、もうテクニックかなりあるから。うん、この人がディフェンス面で目立つっていうのは、まあ、大分、今、この時間帯、まあ、34分、残り10分、ちょっと苦しい状態だねっていう。うん、そう思う。大分はゴールキック蹴らないね。あの、大きく。うん、後ろから繋ぐっていう。うん。このスタイル。で、まあ、なんでそれができるかっていうと、まあ、ディフェンス4枚。まあ、3バック、大分は3バックなんだけど、ボランチが降りてきて4枚で、ゴールキック始めるんだけど、一番いいのは、その4枚が上手いっていうより、ゴールキック、最初にもらうやつが上手いっていうより、キーパーのキックの精度が高い。確か44番、うん、のキーパーは、やっぱスタメンで出るだけあるな。多分、補欠で、高木だかなんだか、ちょっと30何歳ぐらいの人いるけど、その人差し置いて、大分って言ったらその人でしょっていう、その人差し置いて、うん、キーパーになるだけあるなって。長谷川から裏に出たボールを石川からのパス、うん、石川いいね今日ね。最後のラストパスも精度高かった。あれはね、大分のディフェンダーとキーパーが上手かった。まあ、それよりもニアでリラ入ってほしいっていう石川の気持ちが、まあちょっと伝わらなかったのかな。うん。中に2枚、荒木とリラ入ったんだけど、リラもうちょっとニア入ってほしかった。入ったろ！いやー、これ入っ、これ、マジで？まあ、荒木のすげえ高精度な左のキック、コーナーキックから、鳥海ちょっと立ったかな。いや、きつい。あ、レバーうますぎて。全部食べちゃった。いやー、ほんと最後だよな、前田さん。まあ、センターバック、まあ、コーナーだからな。まあ、前田さんはさ、すごい体重も強くて、ヘディングも強くてって、あるんだけど、やっぱり強力なディフェンダーは、その、コーナーキックとか、フリーキックの時に、実力出してほしいよね。そこが出るか出ないか全然違う。だから、岡山に行ったさ、ディフェンダーのさ、スリーバック、フォーバックか、柳とやってる、すごい知り合い強い人とか、点取るもんな。うん。やっぱり、中澤、覚えてる？ボンバー。日産マイナスの、横浜マイナスの。ボンバーとか、すげえ競り合いでボコスカ入れてたもんね。うん。例えば、広島の佐々木翔とかさ。うん。いや、今、大分のフリーキックになったけど。あー、梅崎ね。
いやいい選手だよな。残す。いやー元木のエンジンやーばやーば。これ前ボード割れたら超でかい。あー引っ掛けちゃった。やっぱ2人とやられたらやっちゃうね、うん、いやーいいな。元木のエンジンは本物だな。うん、いやー今日ね、あと控え誰いるんだっけ。控えがオミとチャタンと岡西と三平飯島みたいなもんか。あとフォゲッチぐらい。いやーブラジル人どうしたい。全然じゃん。うん、今日取り替えがすごいんだよな。荒木合わねえなー。うーん、いやー荒木背負ってるもん大きいかな。やっぱチームの勝利とか、うん、何なんだろう荒木。小倉のかき氷食ってたじゃねえか。信玄持ち味、いやー見たいな荒木の。まあだけどさっきのねコーナーキックからのマーシャが最後触ったやつ、荒木としてはあれアシスト1ってなってもいいぐらいすごいキックだったね。うん、だからあそこが決まってれば今日前半のなんかちょっと雑なプレーとか全部帳消しになったんだけどな。うん、むずいな。マーシャってすごい縦にボール入れられるから本当いいね。来年も絶対契約だよね。いやーやっぱ大分のディフェンダーうまいなペレイラ。なんだろうな、甲府の人もファールは食らってるんだけど、なんなんだろうな、食らい方っていうか流し方がちょっとやっぱ下手で、なんか悪い言い方するとバカ正直。長いと思いきやいいスルーパス出た。うわー関口にはぴったりなんだ。絶対あんなの小石川のサッカーでチャンスから俺に出たボールだとしたら俺追いつかなかったよ。いやー明治大学やっぱすごいな。そうだよな。うん、オフサイか。あこの状態でオフサイトラップかけられる大分もすごいな。いや本当安定してるディフェンダー。うん、でゴールキックとか深い位置での自陣でのフリーキックは、まあ、ディフェンダーが集まって一番後ろっていうのが後ろからつなぎ出すっていう、あんまりロングキックしないって言ってたらロングキックです。てかこの44番めっちゃキックいいよ。いや攻撃につながってるもん。いやサムエルに収まって、で結局大分ボールでまだこのフリーキックつなげてるからやっぱ違う。それで17番のこの大分の選手は本当にスピードもあって、井上くんね、ボールキープもできるし勝負もできるし、でマーシャがイエローカードもらったのもこの井上くんのドリブルっていうか裏に抜けたのを止められなくて体ごといっちゃったっていう。いや左から崩していくな。何なんだろう甲府ってさ、左サイドでさ泉沢とか持ったらさもう泉沢が2人ぐらいだったら抜いちゃうよみたいな感じでさ絶対ゴール前にさセンタリング上がったじゃん。それってほんとでかかったんだね。いやー左の殿下の方とミサオが転んじゃったけど本当にミス少ないし、いい選手だな。兄弟でやってて、今度戦う、天皇杯で戦うアントラーズにはミサオいるもんね。キャプテンやってんじゃん。多分、兄弟でキャプテンとかやってるレベルだね。佐藤、優と久人ぐらいすごいな。
うん、森崎兄弟とかもすごいけど、高木兄弟ももっとすげえけど、いやー、関口切り返しての左足のセンタリング、今日は精度低い。だから荒木入れちゃっていいんじゃねえか。うん、戻すなー。取り替え、いいね。取り替えね、今日ボール取られる気しない。みんな取り替えに渡してるもん。うん。行っちゃえよ、みたいな。トシキ行っちゃえ。トシキだっけ？取り替え。うん。あれ？石川トシキか。取り替えなんだっけ？石川が右に張ってるぐらいだからな。このフォーメーションはちょっとまずいかな。うん。そこ違うでしょっていう。甲府、あと44分30秒なんで、あと、まあ、ロスタイムそんななしで、うん。ロスタイムっていうかね、アディショナルタイムなしでいくんじゃない？なしじゃない。あって1分。1分ないの？ 45 分で PPP じゃない。いやー、2期は落ち着いてるなー。だけどやっぱり求めたいのは、競り合いで負けちゃってるところかなー。やっぱ J2 とかでもトップクラスになるフォワードにはちょっと勝てないよね。山田いいなぁ。そう、忘れる前に言っておきたいけど、まあ山田はそもそもアルディジャ育ちなんだけど、大宮アルディジャ育ちなんで、大宮アルディジャのジュニアユースは山田のためにあったんじゃねえかぐらいゴリゴリの山田シフトだったらしい。山田がアンカーでめちゃくちゃうまくて、で今甲府で今山田アンカーやってんだけど、やっぱこのボールの持ち方っていうか、俺昔山田のことちょっとネイマールに似てるって言ったことがあるんだけど、このね、ガニ股みたいなボールの持ち方するサッカー選手がいるんだけど、こういう持ち方した人で下手なやつはいないっていう。だから山田も典型的なガニ股でボールさばけるすげえ選手なんだな。だけど山田は今年その言ってくれたけど、シーズン途中の間で俺は甲府残りますっていう、残留宣言してくれたけど、ちょっとね、山田は J1 でもやれるわ、持ってかれるわこれ。だからアントラーズに行って、その前どこ行ったんだっけな、アントラーズ、あそこ行ったんだよな。湘南いた、長木って選手いるんだけど、長木選手ぐらいにはなんじゃねえかなっていう。めちゃくちゃ多分代表経験もあるよね。で、今も前半終わって1-0で負けてるよね。で、ここから15分行くと、あ、ピーだって、すごい！これでこうやって指でこうやって早送りして、取ったら、ピーだって。これ、勝つんじゃねえの？いや、選手交代ないって。うわぁ。どうしようかな。初行こう。初。もう、今日は全部にギーネー乗せたから。初うまいよ。あ、もう、自然とね。あー、ギーネーが。自然と、味噌つけちゃっていいだから。マジうまい。粉雪じゃまいや。あ、今カウンターに落としたネギをさ、もう一回拾ってかけたんだけど。峰崎いい選手だな。なんで大分をさ、選手めちゃめちゃ残してる。徳島にいたんだよな、確か。野村とかで。あの選手、いい選手だね。今、大分で10番つけてるのが野村。と、
あとね、いい選手、金崎ムーいるからね。金崎ムー、アントラーズから。アントラーズの前どこいたっけ。え、金崎ムーどこいたんだっけな。え、東京じゃない。ミサオうめえな。金崎ムーどこ行ったんだっけな。 J2 だっけ。あ、名古屋いたんだ。うわー、なんか甲府のは全部ファールになるみたいな。いやー、これ流せよっていうのあるな。いやー、ニキからの長谷川へのすごいパスをアウトサイドでリラに渡したパスがあるんだけど、やば、長谷川すげえ。今年このまま行くよね。だから降格もしない、昇格もない。あとは天皇杯どうなるかわからないけど、まあ、天皇杯優勝したとかになるともう全然話は変わってくるけど、今年まあ13位とか、でシーズン終わった時に相当入れ替わると思うよ。トリカイ早えよ。トリカイ今のところからすると早えよ。トリカイスーパーロングも決めてるけど、今のはちょっと早い、打つのと思った。いや、焼き豚食いながら配信するって最高だね。いや、勝ってほしいな。いや、やっぱり山梨からもそうだけど、俺の知り合いとか大分まで行ってる人さいるからさ、いや勝ってほしいわ。で、最高の試合にしてほしいわ。1点先制されたけど、2点3点取って逆転っていうのが見たい、マジで。めっちゃホイス作ってくる。いやー、追いついただけじゃさ物足りないんだよね、今のフォークサップからしたら。ホイス、ああ吉田っていうんだよ、キーパーいいね。今の大分の攻撃、吉田ってキーパーから一人の選手に渡して、で、その人から浦和にパスが出て、吉田、誰か前の人で3人でシュートまで行ってる。これすごい大事だよね、このカウンター。キーパーのスローインから攻撃が始まって、ゴールはならなかったけどコーナーキック取ってるから。今の甲府にはないよね。カバちゃんがロングスローみたいなのないじゃん。手前の2機にコロコロとか、マーシャにコロコロとか。カバちゃんってそんなにパントキックが死ぬほどうまいとかはないから、それを武器にはしてる選手ではないんだけど。危ない。相手のコーナーキックこんな怖えってあるか。いやー、梅崎は浦和でタイトル取ったりしてんのかな。コンディションいいね、本当に。解説者言うように、で、もともと梅崎大分だからね。
やってきた町に帰ってきて、うん、ペレイラの前に小出が立ってて、ペレイラにマークさせねえよっていう、その小出がすごい。やめてやめてやめて、石川がついてるんだけど、やめてやめてやめて、うちのペレイラ触らないとはない。うん、うん、いやーどうなる？サムエル収まる。よーし、あこれいいよ。4対5。いいよいいよ。右サイド出して。関口からボーン。来たリラ来た。まだあるよ。リラのヘディング。いや、キーパー良すぎ。ああ、まだ打っちゃダメ。そう、左から荒木、荒木、荒木が、右で入れようとしてミスった。けど大丈夫。山田が回収。いや、もうスーパーアンカーだな、山田。うん。おぉー。そんな縦パス入れられるようになったか。だけど取られちゃったけどな。おい、イエローいいよ。うん。関口に右に出て出したパスとか最強だった。うん、吉田よかった。これナイスキーしかないよ。うわ、うん、荒木の右足に落ちたんだよね、リラのヘディングを吉田選手が弾いた。あれが左にあったらね、ダイレーでボレーで同点だったけどな。うん、やっぱ大分1点取ってからやっぱ余裕出てるよね。うん、アウトでしょ。うん、まあちょっとホームアドバンテージみたいなのがあんのかなって思っちゃうね。まあ審判の人はそんなことは考えてないんだけど、ちょっとあるなって思っちゃうジャッジが多い。うん、まあそれはしょうがない。うん、自分の応援してるチームが可愛いんだもんな。うん、うん、うん、ないよ。ニキいいね。J2 注意のストライカーぐらいにはやられない、うん、だけどスーパーかってなったら、あ、なんだっけ、岡山のアルディバイス、アルディバイスだっけ。まあやっぱそこを、うん、まあ京都から岡山に行くとするけど、J2 でもアルティバイスみたいな、うん、がやっぱりスーパーだよね。でスーパーは1個上のカテゴリーでも絶対やれるっていう。2期はいいしかっこいいし技術もあるし、うん、けどセットプレー、甲府のセットプレー、コーナーの時上がってた時に点取れてるかっつうと、まあ1点も取れてないんじゃない？うん、そことかはやっぱり、うん、守備80、うん、けど攻撃コーナーキックとかそういうのでの得点がないっていうと、攻撃力っていう部分では超薄くなっちゃうかなっていう、うん、いや17番の井上選手とうちの一番走りまくる菅井のマッチアップあったけど、うん、だからさ、来年みんな契約しねえよ、しなくなっちゃうぞ、みんないい選手出てっちゃうぞ、うん、もうその有能な選手が出てかないっていうのはもう天皇杯優勝するしかないよ。うん、まあ鹿島にね敗れることが、あぶね、鹿
鹿島に敗れることがあってシーズンも13位とか16位とかで終わるんであれば超出てくだろうね、甲府から選手は。いや相当出てくる。それ一番怖いね、ここ何年かで一番怖いことが起こるかもしれない。カワちゃんだって出てくるかもよ。みんな出てく可能性が出てくる。裏上は間違いなくオファー来るね。甲府でこれだけ連続出場して、ファールも少なくて相手を止めてるところ評価されたら、なんだっけ、今津、今津ビッグクラブ外して、まあ広島が一番のビッグクラブだったけど、水戸とかガンガン来てたから、って考えると浦上は J2 で優勝できそうな、プレーオフ出れて、プレーオフとか優勝できて J1 に上がれるようなチームに移籍するって可能性は、非常に高い。外国人選手の移籍1年目でっていうのはちょっと難しいからあんまないと思うけど、まあその外国人選手がクビになるかクビにならないかとか、そんな感じで。やばいって。大分、残り30分残して、フォワード2枚入れてる。さっき言ってた金崎ムーと、長沢点取るっしょ。完全に大分、とどめ刺しに来たよね。下平監督、頭いいなぁ。だってよ、金崎ムーと、長沢が、を、二人を相手にしなきゃいけない、二期。いやね、これ試されるね。一番、ちょっとあってはならないことが、まあ、なんか、大分が、これから調子良くて、プレイオフとかに出て、これなんとか勝ち上がって、J1 に行くと。来年。ってなった時に、リストアップで、裏上入って、オファー来て、裏上、あっさり大分行くみたいな。ある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 。全然あり得るよ。だから、サッカー選手さ、みんなドラッパー、自分がブランドっていうかさ、自分自身が年俸だからさ、まあ年俸高いとこに行きたい人もいるだろうし、ビッグクラブに行きたいっていう人もいるだろうし、出れるかわかんねえけど、みたいな。まあ、良太郎とかに関してはさ、中村良太郎とかはさ、アントラーズから来てるんだからな。で、勝負したいって言ってさ、で、ちゃんとさ、結果出してんね、使われたとこでは。いや、ほんとに。取られちゃうぞ、これ。かわちゃんが取って、まあ、ロングキック。投げようとしたけど投げないで、リラにロングキックやった。で、結局、ペレイラに取られちゃったっていう。そうだね。甲府のやっぱ、吉田達磨に似てるのは、交代を教えた。まあ、センスがない。もしね、鳥海に変わってか、
金崎ムー、江東区にある足が速くなる教室みたいな、あれはなんだっけ、小葉先生か、小葉塾みたいな、キーバって書いてある、木に場所の場で木場って書いてある、湾岸沿いにある、あの前浜とか葛西の横にある木場って書いて小葉先生、久保くんとかも行ってる、あの足が速くなるとか体幹だどうのこうのとか、そこら辺の第一人者にね、そこに金崎も多分人体がなんかやった時に去年とか、時に小葉先生のところでフィジカルから作り直して、それでもう現役復帰できるかとか、ちょっとでっかい怪我だったんだけど、それも木場先生のところで、小葉先生のところで直して、今、ピッチに帰ってきてるっていう。いいね。ここで。リーラやば、リーラやば、リーラやば。関口調子いいっつってね、右から案外深いとこだったんだけど、すげえクロス上げて、いやいや、リーラ、リーラ何やってんのこれ、リーラ、リーラに言ってるよ三平が、おめえ半端ねえなっつってるよ。いや、まあ、三平がまあ、ニアに入るわけじゃなくて、これも絶対三平っしょって。いやー、関口のクロス。三平は、なんつうのかな。なんか、消され役っていうか、死に役としてニアに詰めて相手を引き寄せるとか、そういうそういうのしなくて、自分の一番決められると思ったところで待ってて、そこでそれよりも上に行くボールがあって、それをリラが後ろで、得点ゴール前からしたらちょっと離れてるから、その確率が下がるところから、あのフィジカルで逆サイドへのヘディングはリラ不良だぜ。だけど外国人の他のチームへの J リーグでの移籍っていうのは案外むずいかなっていう。そう。だからリーラーは活躍しても来年甲府なんだけど、だけど他の日本人選手に関しては全然あるな。うまっ。細かいの好きだな、ミサオ。ミサオ案外、ちょっと来ちゃってるんじゃん？ん？いやけど、生えてる髪はふさふさだね、めちゃくちゃ。いや、ちょっと前から来たよって感じですね。前から、ミサオ来たよっていう。いや、ペレイラいい選手だね。回収能力がめちゃめちゃ高い。いやー、リラ調子いい。おっと、今ちょっと荒れた。誰だこれ。石川だろ。あ、荒木か。荒木最近案外やんちゃなんだよな。まあ、キャプテンであんまりチームが調子良くないってなったらな。荒木もそうなるな。おー、来た！これ、あんじゃない？あんじゃない？来た！いや、リラ聞いてるわ。ラストパスも出せるし、最高だった。で、今回に限り、
長谷川元気、ちょっと軽くトラップミスみたいな。いやいや、よかったね。66分。あと30分か。うん、弱だけどね。まあ、リーダー変えられないよね。うん、やっぱ前線の三平。おっと、来たよ。キーパーミスった。三平マジで追っかけてたらキーパーミスった。いやー、2球うまいな。金崎案外ファール気味だけど、それをすべてこなした。負けたんかい。いやー、ちょっと、アドバンテージ取りすぎじゃない？大分に対して。うん、いやー、金崎やるなー。うん、大分の左サイドからの攻撃率なんか珍しい。今までになかったかもしれない。金崎。うん。小葉塾。いやー、リーダー収まる。いやー。今のあっちだったらファールなのにな。アウト。うん。いやー、大分のフォワード2枚替えはほんと熱いな。これはあり得るよ。怖い。で、そうだなー、同点で終わらせたいわけじゃないけど、そうだね。やっぱマーシャの1枚がちょっと嫌だよね。うん。中盤、ボランチいねえんだよな。だこの状態じゃないんだよな。この状態じゃないっていうか、この状態じゃ、辰馬は動かないんだよ。この70分の状態、1対1じゃ。だからここで、秀臣なんだよ。そうだね。だからさ、フォーメーションも変えていいと思ってて、3バックに変えて、ニキとマーシャと、うん、チャタンとかにして、それで、3バックの2ボラで、1人をオミにすると、山田と。それでかいんだけどな。そういうのはしないじゃん。フォーメーション変えないで、あ、この人とこの人を変えるとか、そういうのばっかだからな。これじゃちょっと難しい。はい、これ超いいとこ来た。関口勝負。行った。ファールだろ。ファール取ってくんないよね。いや、まだチャンス。70分でまだチャンス続行。いやー、関口いいな、勝負するの。リラ。いやー、やっぱ山田の落としが柔らかい。いいね。きついなー。マーシャ裏に蹴りたがりなんだよな、ちょっと。あー、野村いい選手だなー。やだなー。もうやだなって思ってた3人がいきなり出てくるってね。もうほんとやだよ。だけどそれがさ、相手にとって、その興奮にとって怖いことなわけじゃん。それをやってくる監督、そうであってほしいよな。やっぱ攻撃の選手とか増えるってのは嫌だからさ、そういうのやってほしいよね。だからワントップを変えるとかさ、ツートップにして点取りいく、スリートップにして、もう厚みを加えるとか、やっぱそういうの欲しいよな。うん。いやー、同点になったのはいいけど、やっぱ逆転してさ、勝たねえとさ、
甲府サポーターは納得しねえんじゃねえか、もう何連敗すんだよみたいな、場合によっては降格もあっちゃうよみたいな。いや本当にこの44番のキーパーいいパス出すな。うわー井上やば。いやこれは長澤のミスだね。いやー井上は裏への抜け方、まあキーパーのパスも良かったんだけど、いやーいいクロスだよ、解説者言ってんじゃん、いいクロスだって。これは長澤のミス。いやーっつってもいやーっつってる長澤が。増山ってどういう選手なんだろう。だけど町田ってめちゃめちゃね、大和か、町田大和いい選手だけど、それを交代するぐらいの10番って本当に野村は期待されてるんじゃない、いい選手だと思う。徳島戦で、甲府対徳島戦でやられてんだよね、確か。いやー、この選手やるな、やだなーと思って、相手に、敵にしたらやだなーと思ってたけどさ、今度大分の10番か、つって。じゃあ、やっぱり移籍して10番用意されてるって相当だよ。ん？長谷川早。あ、長谷川早と思ったら三平だった。いや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 、案外激しく言ってっていうな。いやー関口今どうした。いやー抜けてきた。いやー増山早いな。アウト OK。 いやーこれいい選手だ、早っ。いや39番増山いいドリブルするわ。いや、もうなんつうんだろう。最後やったのが、ミキ、いや、マーシャか言ったんだけど、いや、1対1、もう、いや、もう足出せないみたいな。いいところにボール置いたわ。うん。いや、ちょっと何？誰か蹴られてない？いや指さしてるからお前だよって言ってるね、これ。ちょっとお前さっきからやりすぎじゃねっつって。うわーペレイラとか、いや怪我するよとか言ってるよか、多分これ。いやそれで荒木もちゃんと入っていってるっていう。いや、競ってねえじゃんっていう。うん。うん。ペレイラも苦笑いだもん。これはちょっとやめてほしいな。うん。いや、マジで焼き丼が食いて。お？まだあんじゃん。うん。まだあんじゃん。ああ。まだ使うし。DNA 使うし。何やってんの？レバー2本か。ほう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 。バーレタレだね。で、ソーミーつけて。ソーミー、ソーミー、誰のためよ。ん？え？何この増山手先生、ロングスローもできんの？怖い怖い怖い。いや、マジロングスローやってきた。うん。うん。うわぁ、危ない。やっぱ下田北斗、うん、左足持ってるね。でもそれは弾かれたけど、結局そのこぼれ球を打ったのが野村だから。うん、ドライブ回転だけど、まあ当たってる当たってる。うん、うん、AV 女優みたいな、当たってるっつって。うん、うん。いや、これができるんだったら、ニキ、まあ、ほんと引き抜かれんじゃない。うん。まあ、完全やばいのが、ニキと山田。うん。うん。菅井関口もあるよ。
長谷川は間違いなくある。うん。取った。いや、道平いいわ。うーわ。左誰だよ、今。今の菅井か。ちょっと軽率だったな。リラに収まったらやばいよ。おいえー、今、長谷川元気のダブルタッチは相当やばかった。うん。何だよと思ってるよ、ニッケ。うん。ミサオいい選手だな。うん。うん。0対0で、あ、1対1で、大分も絶対勝たなきゃいけない状況なんだけど、うん。ミサオ攻めねえな。うん。小出完全にフィットしてる。いいよ。うん。小出はやっぱりセンターバックとかよりは右サイドバックの方がいいな。うん。右サイドの真ん中じゃない方がいいね。一番いける。うわ、早っ！うわぁ！うわぁ、いいパス出すわ。金崎本当に復活したな。出ないよ。出ないよ。当てろ。うん。いやー、金崎がアントラーズいた時よりも名古屋いた時よりも復活して、まあ復活してから名古屋の試合何試合か出たけど、いきなりの電撃移籍だったの金崎に。いやー、だけどまた来たよこいつ。39番、増山のロングスロー、マジやめろや。タオルで拭いてっから。手元にタオルがなくてわざわざ取り行ったの。うん。うん。うん。ゴール前まで飛ばすべ、こいつ。うん。怖え。まあ、嵐とかもできるけど、ロングスロー。うん。いやー。ロングスローでマーシャと長澤競って、それでマーシャがクリアみたいな感じで、コーナーまで。スローインから結局コーナーまで。うん。強えな。本当に。いや、お前点取るやつが何人いるんだよ、お前。下田北斗のコーナーキック、いい。危ない。オフサイド、オフサイド、オフサイド。うん。うん。いやー、いい。いやー、ちょっと、見れるかな。タレうますぎて、今日ね、秘伝のタレね、追加したの。うん。それで、付け出したんだけど、めちゃめちゃいいね。だから、あのね、もつ焼きのタレ、うちに関しては、毎日進化してくる。それなんでかっていうと、タレの中に生の肉とかさ、をどんどん入れてくのよ。あー、そのタレの壺の中に、いろんな肉を生で漬け込んだりしてると、その旨味がタレに出るって。で、タレを、それをまた温めたりしてるから、どん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 成長していくんです。それで、まあ、約1週間やって、タレがどん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 成長していく。だけど、ちょっと詰まってくる。濃くなってくる。で、そこで、まだ作ったのを足していくっていう。で、ベースを足すんだけど、ベースから始まったものが、1週間経って超うまくなって、で、そこらが減ってきて、煮詰まって、ちょっと濃くなって。
で、それに今までと毎日と同じ作り方のものをまた足すと、もうすでにうまいものに足してるからもう来た、相当タレって毎日進化してくるんだなって思う。いやーキーパーいいなー、いやーおかしくなかった今のは、よーく、いや荒木よく抑えた、ペペル、うーわ、いや甲府の選手本当に今日勝とうとしてるのがすげえ見えて、めちゃめちゃ興奮してます。めっちゃいい選手ばっかじゃねえかよ、こんないい選手たち絶対勝ってほしいわ。三平か、82分三平か、コーナーキック頭で、おお甲府の人たち今映ってる、めっちゃジャンプしてる、200人ぐらい行ってんじゃん。うん、いや山田ミスった、これダメ、顔するの、やっちまった、忘れてた、純馬さんか、まあ結局あれ今日ちょっと調子悪かったっていう判断だろうね。うーわー、あれあと鬼出れんのか、まあ、点がリードした状態でないと海は出ないと思うな、まあ、攻撃に出るのがさ、攻撃にシフトチェンジするのが84分って遅くね、順馬に6分プラスアディショナルタイムで何やれって言うんだよ、俺ここセンスだと思うんだよね。まあみんなさ、そのサブのやつらもさ、まあ自分の活躍とかを信じて夢見てさ乗り込んできたわけよ、だけど俺にくれた時間は6分ってなるとさ違うでしょ、飯島とかのさ、その経験値を積ますっていう6分と順馬の結果出せるの6分はちげえだろう、いやーきついなーってなっちゃうんだよね、最後の最後でいつも、いやなんかきついなーって、いやこの試合大分も勝ちたいし甲府も勝ちたいよ、おい収まった完璧、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、純馬さん、純馬はな甲府でエースになった方がいいかな、どっかのチームに引っ張られがちだけど、飯島とか、そうだな、宮崎純馬とかは残ってほしいかな。まあオファーはだけど、オファーは難しいんだよね、逆にやっぱスターティングメンバーで出たとかそういう実績が薄いから。来た来た来た、長谷川のドリブル、いや、
いや、マーシャダメ、絶対取られちゃう。うん、いや絶対来た来たで、オフサイじゃないの、嘘、ジュンマ、え、いや、今のジュンマのを止めた小出なの、やーば、いや、完全決まってたっしょ。ジュンマオフサイかなと思ったんだけど。いや、ジュンマいいな。キレキレだから。いや、コーナー取った。すっごい。いや、小出すげえ。ポストに股間打ったとかそういうレベルじゃない？いや、すごかった、今。いや、今日一番のナイスプレーだね。いやー。あー、ケツ打ってんだ。大丈夫かな？いや。いやー、チーム変われば、そのチームのさ、エンブレム背負ったらさ、そのチームのためにやるんだよな。いやー、すごい。いやー、いい試合だ。だからニアで今、ニキが合わせたけど、やっぱりここ、まあ、点取れるってとこまではいかないよね。だから柳とかさ、アルディバイスみたいな人さ、岡山で点取りまくりじゃん、アディショナルそんなない、2分だな、2分あるか1分あるかとか、全然ボール止まってねえもん。やってきたな。いや、増山やばいな。これどこの選手、大分なの、ずっとやるな、こいつ。いや、すごいわ。右利きなのか左利きなのかもわかんないから、どっち、どこで取ればいいのかわかんない。で、最終的にトリッキーの技もするしさ。いや、こいで上がってくんねん、お前。もうちょっとケツ痛いんじゃねえのかい。だけど、ペレイラにマークつくやつを剥がさないといけないから。取った。いや、順番いいな。来た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 。超チャンス。めっちゃチャンス。出た。いや、ジュンマよく、よかった、今。すげえよかった。めっちゃよかった。はい、取った。ファール、ファール、ファール。4分ある。超蹴ってんじゃん、つって。いや、何言ってんのって、剣じゃねえよって、三井が超切れて。あ、フォワードの選手か。今のイエロー出した方がいいよ。うん、完全に。長谷川か山田か、難しいな、長谷川のフリーキック難しいな、まあ、をビラだ、山田に流して、
意表ついてたけどな。増山いいね。そうだ、小出ケツ打ってるかな。え、小出左耳に耳栓してない？嘘。え、何それ。え、僕感覚でやるんで音いらないしってやつ。そんなやついんの？あ、小出ちょっと変わってっかな。うわ、いや、いいね。野村がつなげんだよな。当たった。当たってない。もう、井上すごすぎちゃって、ちょっとやばいな。いや、怖い怖い怖い。いやー。1分後先の同点は期待してね。まあだけど戦う姿見れたからいいかって思う人もいると思うけどな。まあ行ってる人からしたらな、勝ちたいな、ここまで行ったら本当に。いやー繋がった、これめちゃめちゃ怖い。あー金崎打つよね。いや、トラップうまっ。まあ、ロングキック増えるわな。長澤誠一強えよ。いやー、やっぱ違うね。うおー、キーパー超前出てっから。いや、すごい。ミサオです。ミサオ強。うん。うん。PPP か。いやー、怪しい。うん、絶対ラストプレイ。うわー、こんな劇的ある？やってきた39番。長澤なの？いや、こんな劇的見たくなかったわ。うわぁ、やる男だなぁ。うわぁ。そんな感じで、ありがとうございました。いや。